おうマスター、ちっとばかし野暮用があるんで、また今度な。ん、なんだよ腕引っ張んなって。戦いに行くなら当然付き合うが、今日明日で急ぐような要件はなかったはずだよな。なら俺は休みをもらうぜ。まああれだ、やっておきたいことがあるんだよ。またかマスター、今日はよく会うな。まあ俺は用があるんでまたな。いやいや、両手で引っ張んなって。無理すんな。俺はちょっとな、あれだ、今は時間がねえんだ。付き合ってやれなくて悪い。おいダヴィンチ、ウニベルサーレ、シミュレーターでもレイシフトでも起動してくれや。またか。マスターにこうも追われちゃ立ち止まるしかねえな。おい待て、全身の体重かけて腕を引っ張るな。そいつは危ないぞ。でどうした？俺は用があるんで急いでるんだが。ありがとなマスター。そうか、やっぱりこうなったか。できれば先に贈り物を用意しときたかったんだが、いざその時に慌ててもうまくいかねえな。あんたはあれだ、これ準備してくれたんだろ。それなら先手を取られるのも道理ってもんだ。せめて同時に手渡せればと思ったが、仕方ね。んじゃまあ観念して。こいつで勘弁してくれ。本当にすまん、取り立てて特別なもんじゃねえが。お坊様食ってくれ。マスターの口に合えばいいんだが。おい、パンの調理担当は私だぞ。別にいいんだけど、そこんとこお忘れなくね。おう、協力感謝だぜ姉さん。俺はどうにもひよこ豆しかこねられねえんだよな。姉さん、冷蔵庫ってやつで冷やしたビールはあるか？ あれだ、黒い方じゃなくて喉越しのいい。はいはい、金色の方ね。ピルスナーだっけ？いや、ダメ、ダメよ。今日はお酒の類は全部ダメだから。そういや、マスターは酒がダメだったか。そうだった、そうだった。いや、見たのが昨日のことだったんで、何を用意したもんか考える時間もろくになくてな。本当はサイリン素材やら何やらの1つ2つ3つ4つ100や200も用意してやりたかったが、不甲斐ない大英雄で悪いなマスター。おう、こっちこそ改めてよろしくな。いらっしゃいませ。まあまあマスター、ビブラフランス、今日も素敵な日ね。
大切な相手へ甘い甘い贈り物をだなんて、とっても素敵な催しだわ。そうでなくって、もちろんあなたへも用意してあるわ。ささやかなものだけれど、どうぞ受け取ってくださいな。マスターは伴侶のようなものだもの。だったらとっておきの品を送らないとね。あ、そうそう、そうなの。実は一つだけお願いがあるのだけど。アマデウスとサンソンには内緒にしてね。あなたがチョコを受け取ったと知ったらきっと大変。あれこれと考えて、私も一人一人に別のものを用意したのよ。したのだけど、やれ分量は自分の方が多いとか、砂糖の量が愛情の量とか、もう二人ともすぐに喧嘩を始めてしまって、愛に満ちた素敵な日であるはずなのに、そういうのはあまり良くないと思うの、私。ですから、ええ、知られてしまったなら仕方ないけど、できれば二人にはどうか内緒ね、マスター。